マジでハマりますから。いや、こんなすごいエンタメが日本に昔からあったのかっていう驚きで発見ですよ。うん、画質の悪さ、大していつもと変わらんですね。よっしゃ！よっしゃ！じゃあ今日食べまして、行きましょう。何か行こうか。手順が全部吹っ飛びました。あ、そうだ、これね。これ。この派手な服は何かというとですね、これです。東京マラソン2024の、なんだ、感想賞ですか？本庁が、また本庁もらっちゃいました。はい。東京マラソン無事に完走してきました。というご報告から行きましょうか。記録がですね、何だったかな？ 3 時間29分22秒。今年の目標3時間20分切り目指したんですが、全くダメでした。前半というか10キロ、15キロまでめちゃくちゃ調子が良くて、すごい楽に走れてたんですね。まあ、出だしがちょっと下り坂っていうのもあるんですけど、東京マラソン。で、その後フラットで。やっぱり自分の調子が良かったなっていう感触があって、で、ハーフの通過が1時間37分か。で、このまま行くとね、3時間10分15分のペースなんですよ。で、あ、これは後半へなっても、絶対3時間20分切ったって、正直思いました。はい。で、そしたらね、もう頭の中は、どの TT バイクを買おうか、そればっかり考え始めて、サーベローかスペシャライズとか、どれがいいかな、予算はどれぐらいにしようかな、なんて、よくしまな思いで、頭の中がいっぱいだったのが、たたったのかもしれません。その後25キロぐらいから、めちゃくちゃ膝が痛くなって、右の膝が。今までランニングしてて、過去一、やばいなって思って、これもなんか足折れるんじゃないかなっていう痛みで、正直棄権しようかなって考えました、リタイア。ただ、そういう時に限って、沿道のね、応援があるわけですよ。まあ嬉しいことに。で、特に石丸師匠とかね、名指しで呼んでもらって、応援してもらっちゃってたので、これはもう、何としても完走するしかない。そこからは気合でですね、足を動かしまして、なんとか走り切ったんですが、まあそれで3時間半切れたのは、ラッキーだったかなというところなんですけども、そんな結果でした。で、これも原因も明らかで、調整不足ですね。1週間前のハーフマラソン、で、その2週間前のフルマラソン、ちょっと欲張りすぎたかな、と思います。はい。でも、全然、後悔はしてないですね。もっぺんやり直しても、やっぱりそのフルとハーフは走ります。それはもう自分の仕事として、絶対にこれ出なきゃいけないっていうものだったので、むしろ東京マラソンの方が、おまけてたらですけど、個人として出たかったっていう思いというか、個人として記録を狙ってたというところなので、まあ、やむを得ない結末かなというふうには思ってます。で、ね、この、フィニッシャーの、またね、派手なメダルですので、これも、はい、いただきまして。で、個人的な思いってのは何かというと、これなんですよ。見えるか。東京マラソン2020。実は僕、2020年の東京マラソンに当たってたんです。まだ市長になる前にね。そしたらコロナで見事に中止になってしまって、その権利を今まで4年ほど持ち越したっていうのが、実は、この前振りでありました。なので、その4年前の置き忘れてたイベントを今回回収できたというところです。はい。で、でも今回、沿道でものすごい、石丸師匠とか、秋田方師匠とか、あと走ってるランナーの方からも声をかけていただきまして、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。なんか沿道で、この、でっかい、パネル？なんか看板みたいなのを、作ってくださってる方とかもあったので、はい。やっぱり、良かったな。出て良かったなと思います。ちなみに、格好はサンフレのユニフォームで走れました。当日の朝一で確認したら、なんかよくわかんないんですけど、やっぱり、いいですよ。やっぱりというか、いいですよっていう答えが返ってきたので、はい。ちゃんと確認して、サンフレだろうと、レッツだろうと、FC 東京だろうと、それは大丈夫と、ジャイアンツでもカープでもいいというふうに言ってもらったので、晴れて、ユニフォームで、サンフレのユニフォームで走ってきました。で、あ、この、飛んで埼玉のポーズ、結構、やってもらいましたね。沿道で、何人だろう。10人以上は見かけましたよ。なので、解放戦線、結構、勢力拡大してるんじゃないですか。ね、関所が撤廃される日も近いなっていう風に感じてきたところです。はい。あ、今、着実に順調に視聴が増えて9000ぐらいまで同説がなりましたね。なので皆さん、もっぺんこっちに入り直してもらえたのかな？本当ありがとうございます。で、今何でしたっけ？東京マラソンの話をして、あ、今年は高島師匠の福岡市と僕の地元を結ぶ絶景の景色を見て走る福岡マラソンに、福岡マラソン行ってみたいな。また楽しそうですよね。都会のマラソンはね、それのこう良さがありますので、どこだろう。姫路とか、今度行く、
徳島マラソン、割とあの川沿いを走るのどかな景色を味わえるマラソンなんですけど、都会のやつもいいですよね。あ、今ので思い出した。徳島マラソン2週間後なんですけど、今の膝の状態で走れるんかなという一末どころじゃない大盛りの不安を抱えてます。でもこれキャンセルしたら市長に怒られそうだな。まあでもまだ2週間あるんでね、ここから調整して、なんとか走れるように持っていきたいと思います。はい。でも徳島あれだな、無事出走できたとしてもタイム狙うかどうかですよね。3時間20分か。徳島マラソンのコースちょっときついんですよ。あの風が強くて、川沿いを走る際にで、高低差はそんなにないんですけど、姫路みたいに川を登って下るんで、ただ風がな強いので、タイムを狙うにはどうだろうか、ね、自分の気力と体力がどこまで許すかなというところですが、残り2週間調整をしてとにかくベストを尽くしたいと思います。はい。でお次、熊達さん。お、昨日の神楽午後の部終わりに声をかけさせていただきました。おー、ありがとうございました。神楽素晴らしかったですというコメントを頂戴します。昨日ね、大阪の富田林市というところでうちの神楽を披露してきました。主催は現地の地元の皆さんだ、方だったんですけども、議員であり地元の業者、会社の社長を務めてらっしゃる方が主催者で、うちの神楽を呼んでもらったと。で、そこでですね、あの会場何百人かいるお客さんで7割もうちょっと8割ぐらいかな、結構初めて神楽見ますっていう方が多かったんですけど、どうでしょうか、結構満足してもらえたんじゃないかなという気はしてます。あの帰り際ね、お見送りで挨拶をする際に結構こう熱く感想を伝えていただいたので、満足してもらえたんじゃないかな。というか正直、うちのカメラは一遍見たらマジでハマりますから。いや、こんなすごいエンタメが日本に昔からあったのかっていう驚きで発見ですよ。まだ見たことない方、今ね、1万1000人ぐらい視聴してくださってますけど、飽きた方のカグラは絶対に見といた方がいいです。これはもう賭けになしです。自分の地元だから言ってるわけじゃなくて、地元じゃなくてもこのエンタメは絶賛します。僕は。はい。というのが、今度3月の末、今度はですね、大阪の堺市であります。で、そのチケットまだ販売中なので、関西の人はぜひ、で、関西じゃない方ももし足が運べればご覧いただければなと思います。はい。熊達さんありがとうございました。あ、ちなみに、なんかその会場で、あれなんでなのこの、うちは石丸市長頑張れみたいな、思ってきてくださってる方もいて、まあ嬉しいような恥ずかしいような、はい。あの、嬉しかったです。ありがとうございます。あと、すごいいっぱいお土産をいただいたんですよ。で、一個面白いお土産があって、お土産ですって、本ですって言われて、あ、本か。ありがとうございますって、あの、帰ってね、あの、包みがあったんで開けてみたんですよ。そしたら何の本だったと思います？これ。見えます？画質が悪いから見えないかな？見えるか？綾瀬はるかさんの、なんだこれ、フォトブック、はるかの異世界っていう、世界を食べるっていうシリーズなのかな。はい、第5弾は、インローマだそうです。綾瀬はるかかいっていう。確かに、あの、僕、綾瀬はるかさんのファンだと、綾瀬はるか好きですとか言っときながら、すいません、実は、このフォトブックとか写真集とか一冊も持ってなかったです。口だけファン。いや、映画とかは結構見てます。はい。ね、僕の彼女はサイボーグとか、あれ一番最初かな。で、大河ドラマとかもね、やってましたけど。あと、なんだっけ、精霊の、ん？森人、なんだっけ。
忘れちゃったとか。けど、この書籍は持ってなかったんで、いや、本当ありがとうございます。でもこれって何だろう。かわいらしいですねっていう感じなんだろうな。はい。あ、でも本当なんだろうな。綺麗な写真ばっかりなんで癒されますね。はい。ありがとうございます。いつかこれにご本人からサインをいただく日が来たらもう最高ですね。その日を夢見て、はい、これ大事にしたいと思います。ありがとうございました。